その日に備えて防災ジョジョ。こんにちは。過去から現在に至る震災のさまざまな事例から学ぶ災害時に生き延びるための教訓とヒントを直伝ということで、今日も中島さんと、お送りしたいと思います。中島、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。中島と呼んでしまいました。はい、毎回呼んでいただいてですね、はい、意外にみんなに反響があって面白い状況になっておりますが、ありがとうございます。はい、中島さんをまずご紹介いたしますね。地方独立行政法人東京都立病院機構法人本部危機管理統括部長でいらっしゃり、都立広尾病院の減災対策支援センター部長でもいらっしゃいます。結構いろいろな職をね、になってらっしゃいますけれども、はい、その割に割とこう軽い感じで来てくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。いろんなところに行っていろんな人と話すのが今仕事なので、はい、話すと困ってることとかが分かったりしてですね、で一緒にアイデア出して話していくと意外にいいことが出てきたりとか、それがですね他の場所とか他の病院でも使い回しができてですね、はい、非常にありがたいことになっているということで、やっぱりいろんなとこ回って歩くのはいいなって最近思うようになりました。ただ暑いんですよ。そうね、最近暑いですから、ね、もうちょっと暑いのだけがちょっと勘弁してほしいんですけど、まあ、それはそれで、ね、はいはい、今日はゲストの方を2人スタジオにお招きしておりますので、中島の方から中島先生からご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、本日はですねお二人のゲストをお迎えして、私が常々思っていたことにちょっとそれってどうなのっていうところをですね、お答えいただきたいなと思って教えていただきたいなと思っていらしていただいています。お一人目はですね中央区総務部防災危機管理課長菅沼雅弘さん、お二人目は月島第三小学校晴海中学校防災拠点運営委員会則武高政様です。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。則武さんは運営委員会の委員長でいらっしゃるということで、はい、もう大変な任務になってらっしゃるわけですよね。はい、さあ中島さん、今日お二人に伺いたいことたくさんあるんですよね。あります。はい、ちょっと自信を持ってあります。あります。私救急医とか外傷医として病院でも働いていたんですけれども、より早く患者さんを助けたいと思って東京 DMAT とか日本 DMAT といって現場に行く、医療チームの一員として活動していき、さらに海外のチームでも国際緊急援助隊の救助チームの人たちと一緒に行ってですね、救助活動に関わっていたりとか、その人たちの訓練にずっとお付き合いしているので、救助活動にものすごい時間と人手がかかるっていうのを体感しているんです。ずっと私も寝ないでお付き合いするので、でそうなると、その例えばですねお家が崩れてそこから挟まれて逃げ出せないような人を救うっていうのにですね膨大な時間と人手がかかると、それが例えば中央区とかのようなたくさん人口がいるところで、はい、たくさんの人がそういう目に遭った時にですね助け出せないんじゃないかと、うん、単純な話で人手が少なすぎて、あと時間も足りなさすぎ、うん、でじゃあ、まあ、法としては救助隊員とともに私たちがさらにマッチョになって頑張るっていう、そのそれが真っ当な話だとは思うんですけど、ちょっとそれにも限界があるので、はい、考えてみたら、そのそもそも挟まれなければ、うん、その救助部隊と出会うっていう運命もその住民の方は行かなくて済むというか、縁が結ばれな、この不幸な縁は結ばれなくて済むわけなので、挟まれないようにする、そうすると挟まれる確率が高いのはお家の中もしくは働いておる、うん、おられるその職場っていうことになりますので、そのお家とかですね職場の中で挟まれない状況っていうのが作られれば不幸なご縁のが結ばれないで済むと。挟まれないっていうことを
を考えていくと、例えばタンスだとか大きな、食器戸棚とか、うん、あといろんな重機がちゃんと固定されていてバタンって倒れてこないっていう状況が作り出せていれば、こう来ないよなというふうに思っていくと、でもいろいろ努力はしているんですけれど、努力をみんなしてると思うんですけど、もうちょっと例えば効率的にできないかとか、あとやろうと思ってたけどどのぐらいその手間暇がかかるのかとかが分かってないので、ちょっとあの引いてしまって後回しにしようと、まあ明日でいいかってなっている人たちに、なんかちょっともうちょっと背中を押して、かあのこんな感じなんだよというのが伝わると、みんなが家の中が綺麗になっていって、挟まれる人もいないし、救助隊員たちとも出会わなくて済むし、という、そういうこう違う未来に、でその人たちは元気なので、お隣の人のお手伝いができたりとか、家の中が綺麗だったら避難所に行かないで自宅避難が自分の大好きな場所でできるとかいう、そういう別の未来に進めるんじゃないかなって思っているんです。ただ私のホームグラウンドは病院なので、なかなかその住民の人たちにどうなってんのかなとか、そういうの聞き、患者さんにはよく聞くんですけど、やっぱりちょっと違う感じがありますので、ぜひあの今日あの菅沼さんとですね、則武さんにそのあたりどんなこう印象を持っておられるのかなっていうのをちょっとお聞きしたくて、ぜひお願いしていらしていただいたんです、うん、そうですね、長かったですね、たくさんあったからね、そうね、たくさんあったからね、はい、あの今則武さんはですね、まああのまあ月島第三小学校、そして晴海中学校の防災拠点の運営委員会の委員長として、はい、もう本当に地域密着ということで、あの月島晴海地区の方たちの生活も、そして住居に関しても、あの実は、則武さんは本業はですね、またあの建築に関してお詳しいということなんで、はい、このあたりからどんな目線で今あの中島さんおっしゃったことをこう見てらっしゃるのか、意識してらっしゃるのか教えていただいていいですか。はい、そうですね、やはり、この家の中の整理のと一緒に、家具の転倒防止、はい、で先生も先ほど言われたように、家具を整理するのもう一つで、やはり不要なものは置かないというのと、まあ、あって必要なものは転倒防止ので、これお年寄りとあのそうでない方だと、あのできることとできないことがあるので、あと工具があるとかないとか、はいはい、そういうのもありますし、でも中央区としては他の行政のところでも、あのその家具の転倒防止を、お年寄りの方だと助成して、そういう登録した業者さんが、やっていただけるという制度もありますので、なかなかそういうのもどんどん、お話ししていって進めていくという、はい、あと一番ですね、やはり寝る寝室には特にそれを気をつけた方がいいというのが、そうですよ、タンスのすぐ下っていうのは一番悲しい、やっぱりそうですよね、あとはと例えばその家具の向きっていうのもあると思うんですよ、はい、その逃げる時に、揺れたら引き出し式の家具ってバーンって飛び出してくるんで、 そうですね、それがちょうど逃げる経路の中にあると、はい、これは本当に邪魔になってしまって、そうですね、逃げたくても逃げられないって、その向きなんかも大事ですよね。向きもあります、ね、もう今、はい、結構転倒 の、 あの防止の金具でいろんなのが出てまして、うんうんうん、本当あのネジ穴を開けてそれで切りで開けてつけられるというのもありますから、あの物でも結構冷蔵庫っていうのが、はいはいはい、これ穴開けられませんから、確かこれはもう突っ張る、あの緊結して突っ張って固定するというのもありますし、今あのホームセンターに行くと結構そういうのは販売しているので、できる人にお年寄りの場合はやってもらうというのが、なるほど、はい、冷蔵庫って思いのほか動くんですよね。動くみたいですね、うんうん、ねえ、でも誰もあの冷蔵庫を止めようと思った人がいない気がするんですよ、はい、止まってますか中島さんのところ。止めようっていうのは動いてから止めるってじゃなくて、固定しておくってこと。うちはですね、固定はしてないんですけど、出てきたところに柱があるところにしてるので、もう柱にガンってぶつかって、はい、なるほど、まあ大丈夫かどうか分かんないですけど、あのそうやってこう横に動か横出ても大丈夫、はい、人がそこにはいないっていう場所に設置しているんですよ、ね、あと下にあの
ちょっとこう重心を後ろ向きに変えるためのウェッジというかストッパーとかを入れて、はい、これ日頃今でも今すぐできることですよね、はい、こういうこと聞いた時にすぐ本当はやったらいいんですよね。そうそうそう、こうぜひこのねあのお話聞いてる間にちょっと周りを見ていただいて、うん、もうこの話聞きながら直してほしいなって思うんですけどじっと聞き入らなくていいですよね、ま、確認してですね、はい、確認していただいて、はいはい、あここわかんなここわかんなって思いながら、はい、これの中央区としてはどういうふうなその啓蒙の仕方というかそういったことってあるんですか。あ、そうですね、もう今先生と乗田院長言われた話本当にもうそうだなと思って聞いてるんですけど、まず一つ我々地震起きたら何を最初の行動とするのっていう話のところで言いますと、やっぱ先生挟まれるって表現ありましたけど、とにかく怪我をしない、自分の身をとにかく守る、うん、それがもう本当に最初の行動だというのは、防災拠点の委員会であったりあるいは訓練の場であったり、もうそれはもうあらゆる場で最初の行動の初期行動としてはもうとにかく自分の身は自分で守りましょうという、そこは本当に重要な話だと思います。でそのために先ほど来家具の転倒防止みたいな話も出ましたしっていうところの話も我々普及啓発を区が作成しているパンフレットを使ったりとか、はい、あるいは出張でのこう防災の講義に出かけたりとかっていうところでですね、地域の皆さんと一緒にお話をしてっていうところの機会を使ってですね、日々ちょっとその普及啓発をしているところでございます。なるほど。どうですか中島さん。どん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 こう近く、うん、積極的に多分寄ってこちら側が寄っていかないとこういうのって伝わらないんだなって僕は思うことが多くて、なんか待ってても楽しいイベントじゃないから待っててもこうやってきてくれなくてなんか おせっかいですけどちょっとこう聞いてもらえますかみたいなことを言っていかないとなんないかなって、それ聞いたらあいいこと聞いたと。あ、そうですね、まさにそこの視点というのは我々防災危機管理課としてですね、やっぱり地域に入っていく、はい、うん、そこは今先生おっしゃる受け身として何か相談事で待ってるではなく、むしろこちら側から能動的に区の方からこうしませんかああしませんかというところを、とりわけ本当に乗竹委員長と今隣座ってますけども、拠点ではこういうことをしましょうよということを委員長副委員長と日頃からのコミュニケーションを含めていろいろやっぱ投げかからも提案させてほしい、投げかけて、で地元の地域の方からもこれやりたい、うん、っていうところのやっぱり、ボールのキャッチボールじゃないですけども、はい、っていうのは本当に大事だと思ってます、はい、そうですね、はい、その防災減災の意味から もういつ来るかわからないっていうことは、これは日本人全員共通の認識であることは確かですよね、はい、そうですね、ね、でもいつ来るかわからないから明日じゃないだろうって思ってなんとなく先延ばしにするっていうのもまたこれも多分日本中の共通意識にあるんじゃないかと思って、このなんていうんですかね、分かってるんだけど明日じゃないっていうここをなんかこうもうちょっと寄せたいんですよね。そうですね、どういう方法があるでしょう ね、それがすごく悩みで、そうですね、みんながこういろんな角度からまあちょっとさっきおせっかいって言いましたけど、うん、こうみんなでどうですかどうですかとかこうアイデアありませんかっていうその接触できる機会を増やさないと、はい、きっと当たらないというか、その必要としてる方と出会えないっていうのがあって、こういう番組も含めてですね、いろんなところでこう聞いていただいたりとか、あとこう9月の1日の防災訓練の時とかにもこう、はい、どんどん人を呼んで来てもらって、そこでメッセージを話すとか、まあ、いろんなとにかくたくさんの機会がだけがこれは寄せていく鍵かなと思ってるんですけど、まあ、だから人事じゃなくて我がことなんだけれども、はい、どうしてもさっきね中島先生おっしゃったように明日明後日というふうになんとなく先送りにしてしまうっていう中で、後で後悔するよりも今取り組んだ方がきっといいはずっていう、なんかその啓発ですもんね、はい、後悔じゃなくいいよ、うん、いいことだよっていう、後悔しないためにいいことするんだよっていう、うん、なんかここにまだちょっとこうギャップがあって、うん、なかなか難しいですけど、どうですかご地域の防災 その方たちとお話しするときに、そのあたりに大きいところで意識している人と、はい、してない
人で、はい、もう起きた時にはもう全然スタンスが違ってくるので、その辺はやはり拠点の訓練に参加してくれる方っていうのは意識してる方なんですよ、はい、でそうでない方がもう向き合ってない方の方が今度発災した時にもう大変だなというのが大体もう見えてきますよね、はい、これってその拠点の中でそういった訓練をした時の参加率ってどのくらいなんですか？その全住民の中の拠点エリアの中の住民の方たちの中でその、まあ、毎回多分参加なさる方は参加するだろうし、うん、なんだけれども全体的なその参加パーセントってどのくらいなんでしょうね。何割ぐらいの方とかって分かってるんですか？感覚的なことになって感覚的って言うとおかしいんですけども、居住人口に対する割合っていうところの捉え方で言うと、もう本当に、もうちょっと誤解を恐れずというかもうそのまま赤裸々に言うと多分 5% 以下ですね。なるほどね。もう 10% は行ってないですね、はいはい、例えば晴海のエリア、これ乗竹院長は月島第三小と晴海中学校の、拠点区域で、居住人口としては、1万1000人強いらっしゃる、はい、で去年区内で初めての取り組みで、はい、晴海中学校の生徒を参加させたっていう、ま、取り味ができる子たちです、はい、まさに拠点訓練を本当にこう多くの人をっていうところでの試みも一つあったんですけど、そこで言うと550人の参加ですから 10% で言うと1100人、そうですね、だから5%、その半分の550ってことなので 5% 前後とは言いませんけども、その前後での参加率にはなっちゃいますよね。まあそれはもちろん赤ちゃんからお年寄りまでっていう総人口に対する割合を言ってる話なので、そうですよね、はい、でもそこに参加したちょっと私みたいなおしゃべりおばさんがですよ、10人の人に伝言したら笑っていいところかな、はい、伝言したらそれは10倍になるわけじゃないですか、うん、そうですね、そういうふうな役割を持ってる人たちをもっと増やしていくってことも大事かもしれないですよね、うん、拠点に来る方は、まあリーダーとなれる方なので、やはり戻った時にもそういうお話をしてもらう役目もあるというのはありますよね。そうですね、少しずつこう増やしてきてほしいんですけど、その東京都がざっと出している被害想定をすごくざっと見ると、東京の人の100人に1人が、まあ、大きなその傷を負うぐらいの割合なんですよね、うん、でもそうすると残りの99人の人は、まあこれだけいろいろ言われているけど、その最初の身の安全っていうところではまあ大丈夫だっていう話になっているんですけれども、なかなかこの今それでも100人に1人ですから、もうちょっとこのそれを上回る 5% が多いのかどうかっていうところの割合はちょっと分かりませんが、うん、もう少しこうみんなが大変な目に遭うんだよっていう、だから避けていきたいよねっていう、なんかこう、うん、お話が広まっていって、次の行動に行った時に鳥竹さんちょっと家トントンしてもらえないかなとかっていうそういうこう話になっていくかないかなって思うんですけど、うん、そこは壁がありますか、ちょっとお願いしますみたいな。そうですね、まあ、私の商売はやはり人の他人 の家に入る機会が、はいはいはい、まあ普通の人以上にありますので、それで、まあ、相談、全然そういう耐震とか転倒防止の相談でない時でもこうお話しして、それであここにはこうリフォームしながらされた方がいいですよとか、そういうアナウンスは私の商売ではできるのかなというふうには。そういうアナウンスというかその提案は結構受け止めてもらえるものですか？そうですね、やはりどうしても費用がどのぐらいかかるかっていうのが、はいはい、分からないところもありますので、その辺も含めてもういろんなリフォームと一緒にこういうのも進めてというふうに一緒にどうですかというので
お話ししていったりしますけど、ね、入りやすそうですよね。そうですね、どうせお家をきれいにするんだからついでにさらに安全にしていこうっていうとこは分かりやすいな気がしますね。こういうそのお家を何かの形で、まあ減災するための、仕掛けを作るにあたってはその中国とかからは何らかのこう、サポートであるとかそういったものってあるんですか？そうですね、まず一つは各町会さんの方に、防災資機材の供与するというところでのお話を、はい、大きな柱として取り組みとしてある、はい、それから先ほど来話出てございます防災拠点、区内に22拠点ありますけど、各拠点に対する支援の活動、まあ、具体的にはそれこそ会議のセットから資料の準備、そして防災拠点訓練という年に一遍の訓練のこう、はい、のサポートを我々防災機関課がやっているといったところでございます。なるほど、拠点の訓練が22箇所毎年やる、年に一遍、そしてでかい大きなのが、あ、そうですね、総合防災訓練、忙しいですね。忙しいですね一言に言いますけど、だって22箇所を1年間でやるって言ったら毎月2箇所どっかでやってるってことですね。そうです。それか縦にダーってなる、まあ、毎月っていうか、まあ、これが大体9月のおしまいから10、11月、まあ、エリアによっては12月の上旬までというところのところにこうみっちり入ってきて集中するってことですね。集中して本当に毎週どこか、はい、毎週2箇所みたいな、はい、大変です。すごいですね。これは大変イコールうちのスタッフ職員たちが本当に頑張ってくれているというところはあります。委員長の前ではっきり覚えてます。それはすごくこう22回もいろいろやったらトレーニングされますね、中央区の職員の方たちも。そこはそうですね、本当に地域と職員の名前か覚えてもらって、おい誰々頼むぞっていうところはやっぱ声かけ一つ、確かにやっぱそれは職員の喜びでもありますしやりがいにもつながりますと思ってるので、これはすごい相互理解のためにはね、うん、そうやって区の方たちが出てきてくださるのはありがたいですよ ね、そこで一緒に文字通り汗流してますもんね、だらだら、もう大汗かいてます汗かいてそれはすごいいい取り組みですね、はい、22箇所毎年やるってなかなか聞いたことないです、ね、ありがとうございます。さあ、すごいな。じゃあですね、まあ、これ震災の際にですね、万が一の時にその中国内の危険地域の割合とかこのあたりのところも中島さん、お聞きになりたいところじゃないですか？そうなんです。みんな平らに大丈夫なわけではないので自分が住まれているご自身の場所が危ないとこなのかとかそういうのによってやっぱり行動って変わると思うんですけれども、なかなかそのあたりを聞きたくないですよね。危ないとこに住んでるっていうのを聞きたくなくて、でもそれをなんとかこうちょっとみんなに伝えていきながらっていう、そこにもご苦労があると思うんですけれども、どんな感じなんでしょうかね。そうですね、これ毎年ではなくてちょっと定期的に東京都の方が、はい、東京都全域を対象として、地震に関するその地域危険度測定調査、はいはいはい、というものを公表してます。直近では令和4年9月東京都公表になってございまして、この総合危険度というのは建物が倒壊する恐れという指標と、はい、火災が発生した時の炎症の危険度、この2つの指標を持って、総合危険度と呼んでますけど、はい、危険度1から5まであって、中区内は実は一番高い5っていうのが一つの町長目もございません。あ、そうなんですね、はい、そこはよかった、はい、それと4という危険度4という箇所が1箇所だけ、これは具体的に言うと月島3丁目、うんうんうん、これはまだ路地という、はい、この昔ながらの路地空間含めて、長屋木造が立ち並んでる地域というところもありまして、はい、そこが危険度4になっておりまして、それからその下の危険度3というのがこちらも4箇所、入船2丁目とか、はい、人形町2丁目、うん、佃3丁目、月島1丁目という、はいはい、
パーセンテージにして言うとですね、4というのは分布率として全体の 1%、 それから3というのが全体の 4.1%、 はい、つまり3と4と合わせても全体の 5% というところで、まあ、これは我々不燃化とか耐震化というところを常々意識する部分がありますけども、はい、そういう意味で言うとの中国はそのやっぱりその地震にその建物自体はそんなに弱くない、はい、むしろ強い町だというふうには思ってます、はい、今の月島三丁目ということで思わず則武院長の方を向いてしまいましたけれども、うん、結構重要な地域を担当なさっているということになりますね。そうで、まあ、でも月島三丁目ですと、ここの、私の月島第三小晴海中学校はこの、はい、地域としては入ってはこないんですけども、でもすぐお隣ですね。そういうことですよね、はい、その炎症であるとか炎症ですよ、ね、そういったことについての何らかの対策っていうのを、まあ、日頃から皆さんに認識していただくということも重要ですね。それは本当に重要ですね、やっぱりこれは月島の区民、月島の住民の方、はい、やっぱり皆さん本当に火の怖さというのは、長年の経験を含めて知ってます。あ、これまあ古いところで言うと昭和50年、もう今から49年前ですか、はい、西中通りに入ったところで月島の大火って言われるぐらい炎症があったとか、あるいはそれ以降も火事があって、もう本当に2棟3棟やられちゃったねとかっていうところは、やっぱそこは来るからの住民のところでの本当に火出したら怖い街なんだよっていうところはやっぱり意識づけとして持ってる、はい、ただいかんせんこうそれがこうすぐさまこう不燃化とか建て替えに結びつくかっていうのはまた経済事情とかそれぞれの家族構成とか、やっぱりそこはやっぱ個別の事情があるのでというところがありますので、なかなかうまく更新されないっていうのはやっぱり実情だと思ってます。はい、なるほどね。どうですか中島さん、そういうふうなこう、ね、状況っていろいろあると思うんですけれども、はい、そういう中でも一番根幹的なものっていうのはやはりそのみんな自分の住んでいる地域をよく知って、そしてそこでまず第一初動は何をすべきか、多分エリアによって違うのかもしれないなっていうこともありますね。確かにその、住んでおられるところが大きなマンションとかさらに高いところでずっと昔ながらのお家に住んでるのとでは備えるべき場所と備えるものも違ってくるでしょうから、はい、やっぱり自分のどうしてもなんていうか大きな中央区みたいな大きな話になりますけど、でももともと小さく小さく自分のお家についてはどうなのかっていう個別にそれぞれが考えていかないと解決できないというか、その日にひどい目になって、その日にひどい目に遭うと多分ものすごく改善するのは難しい、ダメージが大きすぎて、はい、大きいのと、そんな簡単に物買いに行けたりとかそういう話じゃないですから、やっぱりどんどん状況が悪くなってしまうと追い込まれてしまうと思うんですよね。確かにね、なるべくこう生き延びる確率を高くするためには普段からしっかり準備をしておくっていうのが大事だなっていうのを改めて思いましたね、ちょっとそのどうしても全体ではなく濃淡つけてやらざるを得ないんだなと分かりました。まあ、そうですね、現在中国では企業そして団体さん家庭に対してこう日頃からの防災減災への備えというのを伝えてくださっていると思うんですけども、それをどんなふうに今後も発信していこうというふうに思っていらっしゃいますか。現在発信しているまたは発信していこうという意味で言うと、そうですね、はい、まあ、いろんなアプローチがあろうかと思います。もう一般的に我々が日々発行しているそのパンフレットを通じながらの普及啓発はもちろんなんですけど、はい、先ほど1人が10人に声かけると、それがこうある種数の広がりとしてって声掛けがって話があったじゃないですか、はい、その部分ともう一つキーワードが我々常々則武院長とかも言ってお話ししてるんですけど、日頃からの顔の見える関係、はい、お宅どうしてるって、そうですよね、っていうところの部分、はい、そこのやっぱキーワードはやっぱ我々は防災というテーマはもう何人どなたでも関わる
重要な重要な取り組みの問題、はい、それから教育っていう、こう、小学校から中学校高校ってこう上がっていく教育というステージの中での、はい、それこそママ友パパ友、うん、そしてお子さんを通じたっていうところでの活動の場、まあ、でさらには、もう本当に中国は、いろんな地域での根強い祭りというところがあって、お祭りですね、そうですね、はい、まあ、なんか大好き、そうですよね、のりだけ委員長と、まあ、私は、祭りの上にバカが作るっていうぐらい好きな、ね、あの三の祭でもお目にかかりましたみたいなところがありますけどね、すいません、でそういった防災教育お祭り、さらには地域イベントを通じながら、いろんな人と知り合う、いろんな人とっていう声を掛け合う、はい、そこがベースにあってやっぱり、その普及啓発じゃないですけども、その防災を結びつけて、お宅本当にちゃんと家具大丈夫とか、いざという時 の備蓄どうしてるとかっていう話の会話がある種こう日常的に生まれ、はい、うん、それがこう隣のマンションの住戸の人との会話になり、そこはやっぱり我々きっちり中国の人と人のがつながるというところの強みを生かしながら、やっぱ輪を広げていきたいという、そういう思いではいます、はい、なるほど。本当にね、区民の皆さんが毎日よって声かけ合えるっていう、うん、ちょっとその図を想像するとワクワクしますよね。ですね、うん、ちょっとしたことで犬の散歩してるだけでもお互い知らない人とちょっと ね、お話しするとか、 そのワンシーンでも、はいはい、その犬の代わりに防災の話とか、うん、ちょっとお祭り次だけどどうなのっていう時に、はい、一つ家の備えしてるの、うん、とかどう、ね、とかっていう、そういうのがちょっと入るようなだとすごいかっこいい街ですね。そうですね、いなせな感じですですね、はい、さあそれでは、最後の質問になるんですけども、こうした取り組みを町会とか区という単位で広げて五条を強化するために、まあ、どのくらいのこう時間をこれからかかっていくのかな、それとも、まあ、割と早くできるんじゃないのとか、こうお二方ですね、のりたけさん、そして菅沼さんのこう感覚として中国いかがでしょうかね。どうですか、のりたけさん。私はですね、やはり中国はもう防災とか、あと、まあ、耐震の制度とかも、まあ、他の行政と比べて、ね、秀でていると思うんですよ。特に私、工事として耐震の公共施設のもやらせていただいたことあるんですけど、はい、もう早いぐらいでその耐震化というのが、もう神戸 の震災がもうす、終わって住んでからでも、はい、もう小学校区民間の耐震 の制度というかの補強工事というのは早々と やられてて、そうでしたか。でも早々とやってるでまだ工法がどんどん後で確立していくんですけども、でもまあそれできちんと強度が取れているというのもあるんで、はい、あともう小学校にマンホールの非常時のトイレのトイレができるようなの設備も、はい、もう結構前にも進めてましたので、そういうのをもう体験しながらこう自分でも工事しながら、その点は中央区は、まあ、他の行政のはそんなにまだ進んでないところもあって、はい、予算が立たないとかっていうのもありますけれども、はいはい、もう区内 の従来の施設としても中国はもう耐震化はかなり進んで整っている地域だなっていうのは実感して、なるほど、あるんですけども、はい、じゃあこれからますます進んでいくんだろうという、期待ももちろん込めての菅沼課長はいかがですか。はい、まあ、最後にということなので、改めてラジオを聞きの皆さんというところも意識しながらなんですけど、はい、中国今人口が185,439人、はい、これ8月1日現在での数字を持ってきたんですけど、このうち令和2年の国勢調査レベルではマンション居住率 の集合住宅にお住まいの方々は 94.2%。 そんなですか。そうなんですよね。つまり、それ以外の方は基本戸建ての方っていうところで 94% の数字が本当に我々区の特色、まあ、皆さんも本当にマンション暮らしだっていう特色、はい、
それから事業所の方に目を向けますと3万3000を超える事業所がこの中国に集積しているので、本当に中間人口60万人を超えるというところの部分で、本当にこう日中活気がある区でございます。やっぱりそこに大きく着目すると、やっぱり先生冒頭おっしゃったまさに自宅での避難、在宅避難をどのようにこう日々、意識しながらっていうところの部分でっていう、その18万人をこう受け止める我々防災拠点という避難所機能は有してません、残念ながら、だけどもご自宅にいてある種住み慣れた空間で避難生活を支えながら、みんなでマンションごとに支えながらっていうところをやっぱり在宅避難として進めていきたい。それとやっぱり事業所防災に目を向けますと、そこの部分の一つお一つの事業所の従業員の命を守る、それから地下鉄鉄道網に向けますと11路線27駅、もう本当に交通網が発達した都心区でございますので、東京駅入れると28駅なんですけど、それだけの駅を有していますので、日中この時間に発災したらといった時にやっぱり駅からその人が溢れてくる、さらには帰宅困難者っていうところの問題もやっぱりきちんとやっぱ向き合っていかなきゃいけない。つまりそう考えますと、やっぱり我々これ議会等でもお話してますけども、やっぱり防災対策はやっぱり終わりはないと。終わりないですね、そうですね、そう思ってます。なのでやれることを一つ一つ皆さんのお力お知恵を借りながら、本当に地域の人たちと一緒になって、先ほど先生汗かけてますねって言ってもらった汗をかけながら、本当に取り組まなきゃいけないなというふうに思ってます。ありがとうございました。ここまでは中央区総務部防災危機管理課長の菅沼雅宏さん、そして月島第三小学校晴海中学校防災拠点運営委員会委員長の則武貴政様にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、今日の話も非常に面白かったですね。そうですね、もう分かったことはやっぱり一人一人がまず強くならないと、自助をいっぱい集めて、その日に備えて防災ジョジョ、こんにちは。過去から現在に至る震災のさまざまな事例から学ぶ災害時に生き延びるための教訓とヒントを直伝ということで、今日も中島さんと、お送りしたいと思います。中島よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。中島と呼んでしまいました。はい、毎回呼んでいただいてですね、意外にみんなに反響があって面白い状況になっておりますが、ありがとうございます。はい、中島さんをまずご紹介いたしますね。地方独立行政法人東京都立病院機構法人本部危機管理統括部長でいらっしゃり、都立広尾病院の減災対策支援センター部長でもいらっしゃいます。結構いろいろな職をね、になってらっしゃいますけれども、はい、その割に割とこう軽い感じで来てくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。いろんなところに行っておし、いろんな人と話すのが今仕事なので、はい、話すと困ってることとかが分かったりしてですね、で一緒にアイデア出して話していくと意外にいいことが出てきたりとか、それがですね他の場所とか他の病院でも使い回しができてですね、非常にありがたいことになっているということで、やっぱりいろんなとこ回って歩くのはいいなって最近思うようになりました。ただ暑いんですよ。そうね、最近暑いですから、ちょっと暑いのだけがちょっと勘弁してほしいんですけど、まあ、それはそれで、はいはい、今日はゲストの方を2人スタジオにお招きしておりますので、中島の方から中島先生からご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、本日はですねお二人のゲストをお迎えして、私が常々思っていたことにちょっとそれってどうなのっていうところをですね、お答えいただきたいなと思って、教えていただきたいなと思っていらしていただいています。お一人目はですね中央区総務部防災危機管理課長菅沼雅宏さん、お二人目は月島第三小学校晴海中学校防災拠点
運営委員会則武隆正様です。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。則武さんはあの運営委員会の委員長でいらっしゃるということで、はい、もう大変な任務になってらっしゃるわけですよね、はい、さあ中島さん、あの今日お二人に伺いたいことたくさんあるんですよね。あります、はい、ちょっと自信を持ってあります。あります。私救急医とか外傷医として病院でも働いていたんですけれども、より早く患者さんを助けたいと思って東京 DMAT とか日本 DMAT といって現場に行く、医療チームの一員として活動していき、さらに海外のチームでも国際緊急援助隊の救助チームの人たちと一緒に行ってですね、救助活動に関わっていたりとか、その人たちの訓練にずっとお付き合いしているので、あの救助活動にものすごい時間と人手がかかるっていうのを体感しているんです。ずっと私も寝ないであのお付き合いするので、でそうなると、その例えばですね、お家が崩れてそこから挟まれて逃げ出せないような人を救うっていうのにですね、膨大な時間と人手がかかると。それが例えば中央区とかのようなたくさん人口がいるところで、たくさんの人がそういう目に遭った時にですね、助け出せないんじゃないかと、単純な話で人手が少なすぎて、あと時間も足りなさすぎ、じゃあまあ、法としてはあの救助隊員とともに私たちがさらにマッチョになって頑張るっていう、そのそれが真っ当な話だとは思うんですけど、ちょっとそれにも限界があるので、考えてみたら、そのそもそも挟まれなければその救助部隊と出会うっていう運命も、その住民の方は行かなくて済むというか、縁が結ばれなく、この不幸な縁は結ばれなくて済むわけなので、挟まれな